すする TV。 ずるずる、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、先日久しぶり、およそ5年ぶりに長崎県に行ってまいりました。長崎といえばちゃんぽんのイメージがあると思うんですが、ラーメンの方もね、ピックアップして何軒か回ってまいりました。まずはこちらのお店です。ドン。 JR 長崎駅から徒歩3分くらいのところにあります長崎大勝軒さんにお邪魔してます。こちら長崎大勝軒さんは、その名の通り長崎にある大勝、まあ、それは長崎大勝軒なんで、そうなんですけど、麺といえばね、やはりちゃんぽんのイメージが強い長崎県なんですけど、そんな長崎県にもね、大勝軒がありますということで、しかも長崎大勝軒でしか提供していない限定メニューもあるということなんで、これはラーメン好き、そしてね、大勝軒好きとしてはすすっておかなければならないメニューなんじゃないかということで、早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、というわけでね、飛行機でおよそ2時間ほどかけて今回は長崎県にやってまいりました。まあ、今回ね、ちょっとした仕事があるんですけど、それ以外にもね、いろいろ長崎のラーメンすすれたらと思っております。まあ、長崎はね、もう 4,5 年前ぐらいに1回行っただけなんで。いや、坂道だらけですね、これ。足腰鍛えれるんじゃないですか、これ。ショットガンタッチせんだよね。まあ、全国でもほとんど行けてない県になりますね。まあ、そういうわけなんで、今回長崎のラーメンね、久しぶりにすすれるということで、いろいろリストアップしてきましたんでね、よろしくお願いしますということで、早速行きましょう。さあ、というわけで空港からね、長崎市内に到着しました。本当はね、今日空港からレンタカーで移動する予定だったんですよ。僕ちょっとまさかの免許証を家に忘れてきてしまいまして、忘れてきたというか、まあ、言い訳させてもらうとね、遠征なのでやっぱ荷物をこう極力少なくしたいじゃないですか。なので、まあ、財布を持たずに、そのまあお金と小銭とかね、あとクレジットカードとか、そういう大事なものだけを持っていこうと思ったら、一番大事な免許証をね、完全に忘れてましたね。というわけで、今回の長崎旅1軒目のお店は長崎大勝軒さん。なぜ長崎で大勝軒に行こうと思ったかというと、なんと長崎大勝軒限定のメニューがあるからなのです。魚介豚骨の盛りそばやラーメンもありますが、なんと九州らしい豚盛りそばというメニューがあるとのこと。これはどうしてもすすっておきたいということで、早速お店に向かっちゃいましょう。ちょっと待って、マジ天ぷら定食640円、安すぎない？行きたいんだけど。普通にそんな定食ある？普通にハイジーさんとかでおすすめしたいわ、マジで。天ぷら定食640円ってすごすぎるだろ、長崎。というわけで長崎大勝軒着きましたんで、早速行っちゃいましょう。行くよ、行く行く。さあ、長崎大勝軒さん、勝軒さんです。今回は長崎限定の豚盛りそばと味玉をプッシュしました。麺量を選べたので、大盛りの 300g でお願いして、準備はパターン。豚ラーメンの方も結構気になるなと思いながら、メニューを見つめ、豚と魚介の香る店内でお腹を鳴らしながら待ってるぞ。こちらが長崎大勝軒さんの豚盛りそば味玉トッピングです。よほい。ツヤツヤと輝く麺は 400g まで無料で混ぜる喜びも運んでくれる。そして漬け汁は豚バラ肉がたっぷり入っていて、これまた食欲をそそるぞってことで、いただきます。ではまずオンビー麺すすりしてみると、程よい柔らかさでプリッとした表面が特徴的。続いてそんな麺を漬け汁にさっとくぐらせて、よっしゃすする。のほーん。甘み、ピリッとした辛み、そしてすっきりとした酸味がバランスよく効いている、大勝軒のイメージ通りの盛りそばの味で、そんなベースとなる大勝軒味に豚バラの芳醇な旨味が香って、またうまい。たっぷり入った豚バラ肉を絡めてすすれば、柔らかくてこれまた甘辛い味付けが施されている、すする好みのもので、漬け汁には生姜も効いているので、さらにすする好み。これぞまさにすす山田ひろしとクール5です。さあ、すすると豚盛りそばの交流はまだまだ続きます。ここ長崎県にも東池袋大勝軒の創業者である山岸和夫さんの DNA が受け継がれていると思うと感慨深いものがあり、それと同時に長崎県のラーメンをもっともっと知りたくなってきた。というわけで、長崎旅は今後もまだまだ公開していくぞと高らかに宣言しながら、味しみバッチリな味玉を漬け汁に絡めてバクバクと食らって、ラストはスープ割りで締めましょう。スープ割りはセルフで行うスタイルで、魚介系の旨味がプラスされてスープ自体も温かくなり、締めではありますが、これから続くこの長崎旅のスタートを願ってくれているからよ。
東京に住んでいるすするにはなかなか簡単に来られない場所ではありますが、また再訪することを誓いつつ記憶に刻み込むように最後まで味わえば本日も完食です。大変美味しくすすれました。大正軒らしさもありながらオリジナリティもあふれる一杯でした。それではコスメオウ。はい、ごちそうさまでした。いやー、長崎大正軒さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。遠征の時に雨降りすぎですよね。もう遠征する時天気悪いっていうツッコミは置いといて、長崎大正軒さんとても美味しい一杯いただきました。大正軒らしく特製盛りそば、そしてラーメンは標準装備になって、さらに長崎大正軒さんならではのメニューである豚の盛りそばとラーメンがね、気になりまくったので、今回は豚盛りそばを大盛りまで無料ということだったんで、大盛りでチョイスさせていただきました。麺 300g なんで量は結構あるんですけど、それでもスルッと完食できちゃうポテンシャルを秘めた一杯でした。漬け汁は大正軒らしい甘辛酸の風味をしっかりと感じさせつつ、豚の芳醇な香りもあり、そして生姜も入っていたので後味はすっきりとしていて美味しかったです。ツヤプリな見た目で程よく締まった中太麺を漬け汁にさっとくぐらせ、ズバズバとすすれて、漬け汁の濃度がね、ほんとちょうどよくてすごく良かったです。たっぷり入った豚バラ肉はすする好みの薄切りで柔らかなもので、生姜さらに豚バラ肉ってもはやもうすするのためにあるトッピングなんじゃないかと、そんな風にね、思わせてくれる一杯でしたね。まあ、どうしてもね、やっぱ長崎県ちょっとこう、ラーメン不毛の地みたいなイメージはあるんですけど、探せばね、しっかりと美味しい店はあるということで、それをね、体現してくれるような美味しい一杯いただきましたね。ごちそうさまでした。それでは、するの公式キャッチフレーズ。長崎大正軒さん、豚バーストやー。爆発しましたね。うまかったです。どうもチャルゾウです。のびです。編集後期、はい、本日のお店は長崎大正軒さんです。大正軒、長崎にもあるぞ、ね、はい、長崎、そう、長崎にもあったんですね。うん、だし長崎のあれはあるし、そう、長崎限定のね、豚盛りそば、そう、豚がバッと入ってね、はい、東池袋系らしいんですけどね、うん、豚バーストです、ね、豚がバースト、なんすか豚バースト。最初聞き取られへんかってさ、豚バーストやないか、何豚ファーストって最初思っててさ、うん、急になんかそんな政治に切り込んだんだなと思ってびっくりしたけど、バーストやって、うん、そう、あとね、街ブラの道中で、うん、入れましたよ、過去の映像を。ああ、あります、そっかそっか懐かしいな、ほんとあれで、普通さ、でもその時すすったラーメン出すのにさ、うん、なんでショットガンタッチしてるとこいやいや、あそこが一番大事だから。あれはもう、すするさんの指定で入れましたね、うん、サブちゃんやしな。しで、最初無音で見てて、なんでショットガンタッチしてんねんって普通に言ったら、うん、中でも言ってたわ5年間進歩してない、一切ほんまやな、ツッコミが全くないってそう、うん、いや、そう言うしかないねん、だってなんでショットガンタッチしてんねん。ズルズルとスルです。この度私スル、ついに念願のラーメン本を出版することになりました。イエーイ。私すする YouTube でラーメンの動画を配信し続けて7年目に突入してるんですけど、この7年間でも印象に残った、もう一度すすりたいと特に思ったお店を集めに集めたラーメン欲が高まる一冊となっておりますので、楽しみにしていただけると嬉しいです。それでは皆さん、良きラーメンライフを。ごそれ